こんにちは、たけです。たけの一人朝礼です。今日は2012年の、2014年の12月の26日の、金曜日ですね。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。今日新聞に書いてあったんですけど、ガンバ大阪から仙台の赤嶺選手を獲得したらしいです。結構今度からチャンピオンズリーグあるじゃないですか。あるんで、そのために要はフォワードがちょっと少ないんでっていう形らしいですね。で、結構、FC 東京と仙台で J リーグ通算68ゴールしていて、で2011年から12年までは連続14ゴールしちゃったらしいですね。で、今季も、9得点なんで、結構かなり楽しみですね。ただ仙台がかなり流出してるみたいですね。武藤も流出したみたいですし、でもかなりちょっと仙台大丈夫なんですかね、逆にね。まあ、ガンバ的にはね、こういう大型フォワードが来てくれたらありがたいですけど。で、あとなんか、日本代表でアシスタントコーチを務めた和田、一郎氏が来る、コーチングとして来るらしいです。ありがたいですね。かなりそのね、戦力的にはね、レベルアップしてるんで、これで赤嶺選手が結構かみ合ってくれたら、かなりちょっと面白いことになるんちゃうかなと思ってるんですけどね。まあ、問題はね、要はパトリックとか流出しなかったらいいんですけどね、その辺がちょっと心配ですよね。 まあ、宇佐美はちょっと今季は出ないみたいっぽいですけどね。まあ、分からないですけど、まあ、このままいけば、まあ、次もちょっと安泰っちゃ安泰ですよね。まあ、連覇はちょっとどうかわからないですけどね。まあ、ちょっと楽しみですね。そしたら、昨日は、リストールの改善と、で、まあ、ブログを4つ作るって言ったんですけど、2つしか作れなかったですね。で、小規模ヘアサロンのブログの仕上げをできました。で、ターゲットブログの下書きはできなかったですね。で、今日すべきことは、リストールの改善とブログを4つ作る、で、動画を1本作るですね。で、小規模ヘアサロンの集客に関しては、ブログのアップで、で、ターゲットブログに関してもブログのアップをしたいと思います。以上、竹野、一人朝礼でした。